神奈川県立藤沢工科高等学校は、神奈川県藤沢市に所在する公立の工業高等学校。本校は2003年4月に、神奈川県立大船工業技術高等学校と、神奈川県立藤沢工業高等学校が統合し、県下発の総合技術高校として開校した、全国に例を見ない新しいタイプの高校である。従来の工業高校とは異なり、電気化や、 機械科など各科での募集ではなく、総合技術科として募集している。入学後は1年次に工業の各分野を幅広く学び、2年次からは工術の6つの専門系から1つを選択し、専門性を深めるとともに2.3年時に週12時間設定されている共通自由選択科目を通して、系の枠を超えて幅広い学習ができるシステムが設けられている。 ちなみに、共通自由選択科目は普通科目と専門科目の2種類に分類され、普通科目が20から30科目、専門科目が50から60科目設けられている。校舎は旧藤沢工業のものを引き継いだため、耐震等のリニューアル工事が実施されたが、現在でも校内には1970年代の面影が残っていたり、構造上問題とされる部分さえ存在する。 また、建造当時、エレベーターの設置に関する規定に備え、エレベータースペースが設けられたが、結局設置されず、現在も1階から5階を貫く縦長の開かずの間となっている。同校は部活動への参加を積極的に呼びかけており、総合技術高校ならではの自動車部や、ライントレーサー部をはじめ、工業系では、珍しい女子バスケットボール部、山岳部、 放送部などが活発に活動し、各大会等で優秀な成績を収めている。とても良い。ありがとうございます。